周辺スクネ島は、広島県三原市沖に浮かぶ、無人島である。ねじめの遺体児であるスクネ島や、宿いよいよ島の表記もある。新道金戸監督、裸の島の舞台である。周囲約400メートル、敷地面積約0.74ヘクタール。保安上の島で中央の高さが、約20メートル。住所は、詐欺浦町津波で、詐欺島に属することになる。現在は、 無人島。山頂に裸の島の石踏みが設置されている。島への定期船は存在していない。観光の際の連絡先は、詐欺島の詐欺裏コミュニティセンター。この島の頂上付近で、先時時代の石器が発見されている。また、頂部は、スクネ島古墳という古墳であるとされている。見原には、神宮皇后が、 三冠征伐の際に立ち寄った糸藤岬神社など古代、神話の伝承にまつわるものがいくつかある。それらの伝承の一つに、詐欺島に大晦ザイの御子島を祭り、そしてこの島に、歴代天皇の中心であった竹内宿ネの三笹が建てられたと伝えられる。島の名前、宿ネはここから来ている。この島の存在が、クローズアップされたのは、1960年。 神道金都監督作品、裸の島の舞台となったことである。映画は国際的に評価され、そのロケ地として観光客が訪れている。1960年代頃までは男性一人が暮らしていた。長らく民有地であったが、地権者の財産管理をめぐる問題で島の競売が決まり、裸の島ゆかりの地として残したいという意向から、 新動監督の次男が募金を呼びかけて約300万円を集めたが2014年2月にアパート賃貸業者が約800万円で落札。落札者との交渉の結果、振動サイドが買い取り同年4月に三原市に寄贈された。ありがとうございます。